どうもこんにちは、ひろきです。今日紹介する商品がこちらです。はい、持ち帰りのラーメンを買ってきました。テイクアウトできるねラーメン屋さんがあったんで、そう、大和屋っていうラーメン屋さんなんですけど、そちらでテイクアウトができるということで買ってきました。そう、作り方がちゃんと書いてある、これを見て作ろうと思います。まず作り方が、まずスープ容器と麺を分けてラップして温めて、で温めたスープに麺を入れて完成。そう、これをやっていこうと思います。よし、じゃあやるか。まず開けます。まず容器を開けます。はい、でレンジで温める。500ワットで1分20秒はい、温めてきました。そしたら温めたスープに麺を入れてほぐす。麺を入れる、麺をほぐす。そう、持ち帰りのラーメンってこう、お店で食べる時とこう、なんていうの、味の質が同じなのかなと思ってちょっと買ってきたんですよね。本当にお店で食べる時とぐらいうまいのか、ちょっと味が落ちちゃうのか、ちょっと検証していこうと思います。はい、というわけで完成しました。ほら、超うまそうじゃね。お店で食べるのとこう家で持ち帰ってくるのってだいぶ味が変わるからね、絶対。いただきまーす。って、もう食ってるか。あー、そういう感じね。あー、やっぱうまい。大和屋うめ、超うめ。スープとかはお店で食べるときと味は変わりませんね。ただ麺だけなんかやっぱちょっとなんか違う、全然。これうまいからやっぱちょっと弟に食べてもらおうと思います。あ、それだけじゃ面白くないんで、ドッキリをしようと思います。あ、このラーメンに蒸し絵を入れますと言いたいところなのか、そんなことはしませんね。お店のラーメンなんでね、そんなことはしません。虫を入れたと見せかけるドッキリをしていこうと思います。ではレッツスタート。ラーメン食う、食べる。うまい、うまい、ね、うまい。お姉さん、うまい。いいね、これ家で食えた。うまい、めっちゃうまい。ほうれん草が最高。ほうれん草最高。そう、実はさ、実はコオロギ入ってるんだよね。嘘じゃん。あ、もう違う違う、入ってない、危ない。絶対嘘じゃん。 100% 嘘だよ。吸い潰して粉にして。絶対嘘じゃん。100% 嘘だろ。さすがに味しないもん。あんだけ臭かったのにコオロギ入ってて気づかないわけがない。今回の動画終わりです。見てくれてありがとうございます。チャンネル登録お願いします。バイ。